自動車工場で使用される無人搬送車無人搬送車とは産業用途で多く使用される自動運転車の一種で人間が運転操作を行わなくとも自動で走行できる搬送車。英語ではオートメーテッド・ガイデッドビークルと表記される。1980年代に開発され現在では多くの工場や倉庫などで使用されている。無人搬送車には 複数の誘導方式があり、床に埋め込まれた電線からの微弱な誘導電流や描かれた線を利用する機種がある。それぞれの誘導方式には一長一短があり、用途に応じて適用される。衝突防止のために近接センサや超音波距離系統のセンサによる安全装置を備える。無人砲クリフトも抗議のギーフに含まれる。近年では自律走行ロボットも出てきているが、 工術の第4世代ギーフとの区別が曖昧に使用される場合がある。電磁誘導式床に設置された金属線に微弱な交流電流を流し、生じた磁場をピックアップコイルで検出してコースを外れないように移動する。磁気誘導式磁性体の磁気棒を床面に埋め込んだり、磁気テープを床面に貼り、それを磁気センサーで読み取って誘導する。 後半のような自生体の床面では使用できない。2020年現在、日本国内で最も普及している誘導方式で設置に工事が必要なデメリットはあるものの、信頼性は高い。画像認識方式画像認識方式では、床や天井に描かれた二次元コードや AR マーカーのような記号を読み取りそれで自社の位置を把握する。高精度な位置制御が可能。 使われ方は、倉庫において無人区画を設置し、二次元コードを床に格子状に配置して、無人搬送車のみで物品棚の搬送を行ったり、他の方式と併用して、局所的に高精度な位置制御のために使用されることもある。レーザー誘導式立て屋内の壁や柱に反射板を取り付け、レーザーの反射を用いて、自己位置推定を行い自律走行する方式。 速興用のレーザーを周囲に照射し、反射板による反射光を受信機で受けることで反射板と車両との相対位置を計測する。事前に用意された反射板のレイアウトと照合し、車両の絶対位置を三角測量によって算出し、自己位置推定を行う。自己位置推定のためには少なくとも3個以上の反射板を同時に検出する必要があり。 車両の走行範囲の全てにわたってに十分な数の反射板を設置する必要がある。縦屋内の壁や柱に反射板を取り付けるだけなので、電磁誘導式などと比べて工事が簡単で、比較的と安ン機での設置が可能。また、ギーフのルートデータ、経路データの変更だけで、レイアウトの変更に対応できるため、システム改造にかかる費用と期間を低減し、 工場を稼働しながらの設定変更が可能。有人環境下での利用も可能のため物流倉庫での AGF などで多く採用されている。ナチュラルナビゲーション日本国内では一般的にスラム誘導式と呼ばれている。カメラやレーザーセンサーなどの外界センサーとエンコーダーやジャイロスコープといった内界センサーを併用することで自己位置推定を行う。カメラを使用するものは ビジュアルスラム、レーザーセンサーを使用するものは、ライタースラムと呼ばれる。自動で走行経路を生成する機能を備えるため、固定ルートに縛られず障害物の自動回避が可能。また、有人環境下での使用も可能。床に電線を埋め込んだり、マーキングするようなインフラストラクチャが不要。レーザー誘導式に比べ反射板設置の手間が省ける。 ものの、その分子位一推定の精度は落ちる。第1代3世代の誘導方式と異なり、誘導体の設置が不要で自律走行が可能なため、この方式の無人搬送車は、ガイドレスルギーフとも呼ばれる。正確には、ギーフではなく、自律走行搬送ロボットと呼ばれるべきものだが、世界的にギーフの呼び方が浸透しているため厳密には、区別されていない。 ありがとうございます。